ここ今ペルーのクスコからマチュピチュに向けて出発をしていきたいと思います。でマチュピチュ行くのも結構思ってた以上に調べていくと大変でですね、ちょっとその道のりもご紹介しながら実際にマチュピチュに行った際の様子と一緒にお届けしていきたいなというふうに思ってます。一度バスを降りて、コントロールチェックポイントということでパスポート番号とかをこれ記入するところですね。でいよいよ、ウェルカムということでマチュピチュに向かうためのチェックポイントでした。中継地点につきましてこれから、電車に乗って今からですねマチュピチュ村という村がありますので、そこまでですね、あちらのあの電車で行きたいと。すでに絶景極まりないこの風景たまんない。電車に乗ってきましたけどもすごく綺麗、めっちゃ綺麗。マチュピチュ村までですね、本当は、3時間ぐらいかけて歩くコースがあってですね、映画のスタンドバイミーみたいなその道を歩いていくことからですね、スタンドバイミーコースという風な道があるんですけども、あいにくのちょっと今日今もう雨が降っちゃってたので、歩くのはちょっとなしかなということで、電車に今乗ってます。まずもう眺めがすごいですね。ちょっとぐるっとマチュピチュ村の、街中を今歩いていますけども、なんだかちょっと温泉街みたいですね。草津温泉とかですね、そういった雰囲気があります。現在、朝の5時過ぎなんですけども、もう大行列になってまして、これからみんなこれなんで並んでるかというと、マチュピチュ村からマチュピチュ遺跡の方に行くバスですね。バスでしか行く手段がないのでそれでみんなこういう風に並んでます。やばいっす。真っ暗だ。 GoPro 電源オフ。
マチュピチュ遺跡に入場して今歩いてます。霧がすごすぎて何も見えません。さて晴れるかな。ピチュー来たぞー。観光客がたくさんいますね。やっぱりさすがです。あんな奥の方まで行けるんだ。どれ住居の奥の。あすごいねあれね。ちょっとズームでシャキーン。いや本当にこれぞ天空の城って感じだよね、うん、まさにこの山の上にこれよく作ったよね。本当にすごいわ。遺跡のちょっと中に入ってきてますけども、これすごいな。ここの遺跡の中には1000人ぐらいの人が住めると言われているそうですが、意外と中入ってみるとめちゃくちゃ広いですね。アルパカちゃん、まあ、これが家だったんだよね。でこの石の積み上げ方とかもすごい高度な技術がいるらしいよね。うん、何もね鉄のことない時代だ文化だったのに、ね、すごいね。鉄も持たない文字も持たない、うん、計算されたかのように。だってこれいやこれさ削らないとこうならないでしょ。これそれをどうやって削ったかだよ。鉄はなかったんだよね、うん、いやいやこれすげえな。もちろん遺跡もすごいけどこの周りの山もすごい。十分すごい。ということでちょっとねマチュピチュ遺跡ですね満喫してきました。ちょっとねやっぱ時間が足りないですね。であとやっぱ天気に恵まれないとなかなかご満足いくような風景が見れないんですけども、まあそれはねしょうがないですね。うんということで、でもやっぱりすごかったです。さすがマチュピチュって感じですね。ペルーといえばお土産も可愛いものが、クシュババ T シャツとかもね、アルパカスってもアディダスだよ完全に。あれね、うん、可愛いね。ということで、はい、クスコに戻ってきました。どうだった？一泊二日のマチュピチュ旅どうだった？いやすごい良かったけ けど天気に恵まれなかったのがちょっと残念。シクシクシク本当にマチュピチュ天気次第だね。そうだね。あれはもう本当運、運っていうか、まあ、日頃の行いか。あれはもう悪いんだよ日頃の行いが。ただなんか最初霧だったけどなんとか見えた瞬間はあったからね。そうだね、まあ、雨だったとしてもとりあえずもうすごいよね。あ本当に多分行った人にしかあれはなんか分からない伝わらない凄さがやっぱり絶対あって、行ってよかった。うん、いろいろもう変な理屈とか抜きに、うん、とにかくよかった。絶景あれは。でまたね行く道中帰る道中の景色もすごい絶景だったんで、全部合わせてひっくるめてマチュピチュ遺跡は最高ということで、はい、終わりでよろしいでしょうか。はい、はい、それではまたお送りします。